今回は誰でも簡単に草原ぺったんこにできるカエル足デッドバグを紹介します。お腹の上部のお肉より下の方のお肉の方が分厚いよっていう方にぴったりになってます。初級者、中級者、上級者というレベルアップをして、最後におまけのメニューを2種目、これで終わりです。頑張りましょう。それでは初級編からやっていきます。後ろに手をついた状態で足を曲げ伸ばします。角度を両方向で各5回ずつ動かしていきます。息を吐きながら足を抱えてください。いきましょう。1 2 3 4 5、少し上、1 2 3 4 5、もう少し上、1 2 3 4 5、もっと上、1 2 3 4 5。 OK、 中級編は肘をつきましょう。今度は体が寝てますんで5方向に真上にも上げます。息吐きながらいきましょう。1 2 3 4 5、少し上、1 2 3 4 5、もう少し上、1 2 3 4 5、もう少し上、1 2 3 4 5、今度は真上、高く、1 2 3 4 5。 OK、 それでは上級編、今度はかかとをひっつけて膝を開いておきましょう。この状態で動かしていきます。スタート。1 2 3 4 5、少し上、1、かかとが離れないように、2 3 4 5、もう少し上、1 2 3 4 5、もう少し上、1 2 3 4 5、最後は真上、飛ぶ感じで、1 2 3 4 5。 OK、 今度はお化けで手を前に伸ばして足を開いて体を起こしてキープ、20秒、止めないようにいきましょう。スタート。息を長く吐いて、体が倒れないように起きて、頑張って、OK。
次は今ので足を動かします。頑張っていきましょう。いきます。ガロッ、ラストはうつ伏せです。膝をついて体を浮かせましょう。ここから骨盤を立てる、こういう動きです。腹筋しっかり締めていきましょう。20秒いきます。ガード、お尻をギュッと締めて緩める。腹筋使って OK。 うわー、効いてる効いてる。ラスト、膝をつけないバージョン、早く振ります。できるだけ早く振ります。いきましょう。スタート。できるだけ早く腹筋使って、まだできるよという方は次の動画頑張ってください。チャンネル登録してない方はぜひぜひしてください。